タイムアウトだ。カラスの手も足も出ないって感じだな。どうだ、うちの百座すげえだろってドヤ顔してりゃいいんだよ。そうですね。まあ確かに身長のせいでバレー始めて半年も経たない百沢に勝てないもんな。レフトレフト、ダッシャー、南だ、オーライ、百沢10番の速攻、何本目だ、絶好調か、うぎゃーですよね。帰ってくるぞ、ダイレクトで戦う。さあ、ナイス薬草。最初のフェイントあっさり止められてたけどな。くっせえな、くせえ、よっしゃ、よっしゃ、田中大輔マッチポイントだ。上がった、客様だ。ひよこさん、荷物をお持ちします。もうだいたい持ってもらったから。おい、行くぞお前ら。おお、なるほど、もう怖そうな人だ。あの、お前らが倒したのか。2メートル。はい、まあ、何見てんだろう、うん、影山くん、なるほど、ビデオとか撮るんですな。いや、そういうのは基本公式戦だけっつうのが暗黙のルールだ。月島だったら牛若止められるか。なんか腹立つ。なんでだよ、月島で無理なら。あった、おお、俺が行った時には一区切りついてて、休憩中にメンバーを変えた違う試合が始まった。及川はどこであろうとそのチームの最大値を引き出すセッターだ。あんな細っこい高校生に負ける俺じゃねえよ。おい、久々に来たんならまともに挨拶くらいしろよ。ネットからトス離れすぎて打ちづらいっすよ。今のフォローできたよ、下手くそ。ああ、及川さんがいる代に同じチームでプレーできてよかった。えい、月、早速ブロック飛んでくれ。へいへいへい。あ、ブロックで一番重要なことって何だと思う？相手が打ち下ろしてくる瞬間、ブロックはてっぺんに差し掛かる。バンザイブロックすんなっちゅうの。前前。すまん。オーライ、やろう。もう一回がない試合。よし、よし、おい、もうそろそろ終われ。グラインドするんじゃねえ、ボケ。ほら、やめなさい、すみませんでした。全部だろ。テンション高いな。おかげで冷静になるわ。ヤッハー、ナイスだ。おらい、
シュッ、そこ、こんにゃろ、うそ、おい、ダイさん、ナイスレシーブ、メイン、10番、シュッ。練習の半分以上、2対2のゲームをひたすらやっているそうです。田中さん、もっと自由にない、影山くん、ナイスブロック、顔面だったぞ。影山、死ぬな、殺すなよ。そうそう、先輩に任せなさいっての。ここ数ヶ月、成田は菅原セッターでのコンビを合わせてる時間が長い。よろしくお願いします。どまいどまい、一歩切ってこう。ナイスキー、ナイスキー、ナイス、成田、一本ナイスだ。おっかねえ無鉄砲さだな。気になっていたんですが、お前らほんとやるタイミング考えろよ。それに比べてうちの横断幕出せよ。もっともっと遊ぶべ。ウェイ、俺は1対1ではまだ刈り上げさんに勝てないけど。おい、変なあだ名つけんなよ。おお、あんま考え込むなって。もっとこう、ガッと攻めねえと。ガッと、そうだよな、ガッと行こうぜ、ガッと。よっしゃ、ガッとガッと、ウェーイ。自分たちの弱さ目の当たりにした時に言ってやんないと痛感しないと思うので、今言わせてください。お、向こうの美女の口からケツと聞こえたような。どうしたの。こっからが第2ラウンドって感じかな。月島、ナイスだ。来た来た、10番、おい、ちょい聞いて。影山、次もう一回俺にくれ。平田、もう一発いけ。ナイスレシーブ、いけ平田。おかげで総崩れせずに済んだ。さすが3年だ。あんたたち、ルナちゃん困らせないでね。まだ1年生なんだから、悪さしたら見てるからね。やりましたね。ウェイウェイ。2人同時にジャンピングハイタッチは無理でしょう。1日目お疲れ様でした。さあ、カラスのファイ、ファー、お願いします。油断とかないから。リュウちゃん、姉さん、よっしゃー、キナさん、ナイスキー。強豪に研究される俺。いい手応え。ナイスレシーブ。